ゴンサーレス・マルティ国立陶器装飾芸術博物館はスペイン・バレンシアにある国立博物館。バレンシア地方を中心とする陶磁器、染色、伝統衣装、家具などの装飾芸術を専門としている。ドス・ワグアス公爵宮殿の建物内にあるマヌエル・ゴンサーレス・マルティの陶磁器コレクションの寄贈を受けて1947年に設立された。 7年後には修復作業が完了し、1954年6月18日に開館した。オリジナルのドス・アグアス公爵宮殿は、ゴシック様式の建築物であるが、18世紀中頃には、完全にバロック様式に作り変えられた。そのファサードは、イッポリート・ロビラが設計し、バレンシア人彫刻家のイグナシオ・ベルガラが制作した。その後の改修の結果、 今日では主にロココ様式や新古典主義様式やオリエンタル様式が組み合わされている。1941年には重要文化財の中のコンフントイストリコアーティスティーコに指定され、1949年には建物が国家によって買い上げられた。その後にはインフラ整備や博物館施設の改修など様々な取り組みがなされている。 1990年から1998年には建築家のヒネス・サンチェス・エビアによって最後の改修が行われた。1階の大部分は暫定的な展示場となっており、四輪馬車のある中庭や主階段などがある。2階には、ドス・アグアス公爵の支出があり、19世紀に活躍したプラシド・フランセス・イッパスク・アル・ホセ・フェリペ・パーラ。 ホセブレル・ギラルトなどの芸術家による漆喰壁画や天井画などが飾られている。大理石でできた床には、ドス・アグアス公爵の頭文字である、MD という文字が浮かび上がっている。脂質の他に舞踏場、石壁の部屋、東居間などがあり、独創的な家具が備えられている。すべての部屋には、当時の様式を反映した芸術品、ランプ、時計、花瓶などが飾られている。 3階はいくつかの部屋に分かれており、フロア全体で陶磁器コレクションの展示が行われている。マヌエル・ゴンサーレス・マルティ自身によって設計されたバレンシア地方の典型的な台所を再現した部屋があり、18世紀と19世紀のモザイク、フリーズ、装飾版などで彩られているほか、現代の陶磁器壺や銅製品で保管されている。四輪馬車の中庭には、 1753年に、イポリとロビーラとイグナシオベルガラが設計した、ニンフの四輪馬車が展示されている。これは、定性様式の四輪馬車であり、ラネーラ公爵が所有していた。18世紀に制作されたロココ様式のイスカ後も展示されている。ありがとうございます。